はい、ゼニ型のトッツァーンということで、ゼニ型システムのゼニオでございますけどもね、えー、1月から参加したんだったっけな。で、今もう2月を終えるとこですけども、えー、これね、素晴らしいのはね、無料で参加できることなんですよ。無料で参加。もちろん、有料のプランもあるんですよ。私の場合は、まあ、無料で始めたんですけども、途中で有料のプランに切り替えました。有料っつってもね、何 1万5,000円ですからね私の場合はで今ご覧のように 102US ドルになってるでしょつまり100ドルでスタートして今2ドル利益が出てるんですよ2ドルっつうと今300円ですかまあ月に150円2ヶ月で300円緩やかな利益ですけどもこういったねほっぽっとっても少額であっても放置で儲かるものをたくさん揃えていくのもポートフォリオの一つなんですよね もちろん一生懸命プロモーションして売り上げを上げる。そういった案件も必要ですけども、何もせずに少しずつ儲かるやつもね、まさに銀行の利息っていう古い考え方ですけども、私の場合はね、1万円を銀行利息、月に1%っていうところに預けてるような感覚です。もちろんここをね、例えば1000ドルとか1万ドルとか10万ドルに増やしていけば、それなりの金利を得ることができますけども、その分リスクが高まるでしょ。今私はこれね、 最初に100ドル入れて15000円分。今2ドル増えてますけども、ただキャッシュアウトしてない限りはずっと含み損なんですよ。この含み損という感覚が大事です。全部を日本円にした時に初めて利益確定ですから。今全部日本円にすると、そう、300円の利益確定ですよね。でもおそらく手数料かなんかでマイナスになっちゃうんですよ。そういうことを考えると、やっぱりね、今年1年は寝かしときたいなと。で、今年1年やってみて、 12ドル儲かって手数料で引かれて10ドル儲け。ね。10ドル儲けでいいかなっていうふうに私は思っております。まあ、あとはね、プラスアルファで、タノボタがこういったやつですから、あれば、まあ、それに越したことはないかなって。そんな軽い感じでスタートしてます。まあ、途中で気が変わるかもしれませんけどもね。うん。まあ、こういう無料で始める案件で、なんとなくちょびっとずつ稼いでいく。そんなのもあってもいいんじゃないかなというところでございます。それでは、銭形のとっつぁん。またね。